立憲民主党井上正勝当選無効化産経新聞によりますと埼玉県議会の立憲民主党の井上正勝さんが埼玉県内に居住実態がなく8年前に購入した東京のタワーマンションから県議会に通勤していることが明らかになりましたこの井上さんは以前にも 政務活動費の不正支出事件を引き起こしておりますが、そもそもの問題として埼玉県は都内との、都内と埼玉県の往来を可能な限り自粛するよう要請をしております。井上さんが前回の選挙の際に、 埼玉県に3ヶ月以上住んでいなかった場合、当選が無効となる可能性がございますので、選挙管理委員会には、井上さんの居住実態について、直ちに調査していただくようにお願いいたします。現在、この立憲民主党は、まっとうな政治という スローガンを掲げておりますけども、最近の立憲民主党の動きを見ますと、このスローガンが一種のギャグのようになってしまっておりますので、ぜひともこのスローガンに恥じないようにですね、立憲民主党の全ての構成員の皆様には、ご自身の 言動、様々な活動を、えー、直ちに、正していただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。